1300円でこれだけ稼働するのってめっちゃ優秀ですよね。皆さんこんにちは、ジェイソンオリゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイター赤いドラゴンです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の元日に発売された新しいレゴクリエイターです。2024年は辰年なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターです。外箱はこのようになっていて、このレゴクリエイターはファンタジーの世界の生き物がモデルになっております。この赤いドラゴン以外に魚とフェニックスに組み替えることができます。魚はわかるんですけど、これフェニックスというよりかはオウムかインコみたいですねこのレゴクリエイターも結構ツッコミどころ満載だなって思います。ちなみに去年の白ウサギの時にも言ったんですけど、来年はドラゴンのレゴクリエイター出るんじゃないかなって言ってたんですけど、まさに出ましたね。ただ僕が思ってたかっこいいドラゴンじゃなくて、今回は結構可愛らしいドラゴンになっております。はい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は1380円でピース数は149個です。あ、そうそう、2024年に発売されたレゴなんですけど、中の袋が紙袋になってるみたいなので、この赤いドラゴンが紙袋なのかどうかちょっと見たいと思います。あら、紙袋じゃない、いつもの袋だ。中身はこのようになっていて、紙袋じゃなくていつものビニールの袋になってました。ということはこのレッドドラゴンじゃなくて、このヨット、同じ時期に発売されたサファリの動物が紙袋なんじゃないかなって思います。あ、ちなみにこちらのクリエイターも今月中に作りたいと思います。今回の動画はこちらの赤いドラゴンを組み立てます。完成、赤いドラゴンです。いやー、もう最高ですねこれいやー、これ作って思ったのが、この赤いドラゴンにめちゃくちゃ珍しいパーツが使われていて、もう作ってすごい楽しかったです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で20分かかりました。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。正面から見るとこんな感じで、ここ側はこのようになっていて、後ろから見るとこんな感じです。この赤いドラゴンなんですけど、名前の通り赤色がベースになっていて、胴体の尻尾の一部はライトイエローが使われていて、羽はピアブルーやブラックが使われております。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形については結構まるっとしてます。頭部の目はプリントパーツになっていて、この部分はドラゴンの鼻になっております。で、僕が珍しいなって思ったのがこの角パーツと、ちょっと見えづらいんですけど口に使われているこのパーツです。はい、続いて胴体はこのようになっていて、胴体も頭部同様に曲線パーツが使われていて、全体的にまるっとしております。腕はこのようになっていて、爪の造形については結構簡単な形になっております。続いて足回りはこのようになっていて、そして尻尾はこのようになっていて、尻尾も全体的に曲面パーツが使われています。では続いては赤いドラゴンの可動範囲について説明します。この赤いドラゴンはボールジョイントがたくさん使われていますので、めちゃくちゃ動きます。まず頭部の付け根がボールジョイントで、ここまでグリグリと稼働して、で口がヒンジでここまで動きます。角がヒンジでこのように稼働します。腕の付け根がボールジョイントで稼働して、爪もこのように稼働します。羽もボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動かせることができます。足もボールジョイントでこのように稼働します。であとは足首もこのように稼働して、尻尾がヒンジになってますので、このように稼働します。で、尻尾のつま先がボールジョイントになってますので、このように動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズが取れたり、このように空を飛んでるポーズも難なくいけます。この赤いドラゴンめちゃめちゃ優秀ですね。1300円でこれだけ稼働するのってめっちゃ優秀ですよね。これはレゴロボット作るのに結構おすすめなセットだと思います。はい、では最後に大きさ描きます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさ的に言えばミニフィグサイズよりかはレゴマリオサイズですね。じゃあちょっと無理やりなんですけど、レゴマリオをま乗せてみると、おー、あー、いいねこれ。こんな感じで飛んでいるドラゴンに乗っているレゴマリオも再現することができます。ちなみにミニフィグだとこんな感じで、気持ち的に言えば今回作った赤いドラゴンの方がちょっとでかい感じですね。はい、レゴクリエイター赤いドラゴンはこんな感じです。はい、ということでレゴ
ゴクリエイター赤いドラゴンを組み立ててレビューしていました。この赤いドラゴンは全体的に曲線パーツが使われていますので、全体的にまるっとしていてとても可愛らしいと思いました。去年の白ウサギの動画でも言ったんですけど、かっこいいドラゴンで来ると思いきや可愛いドラゴンになりましたので、そこも結構衝撃的でした。赤いドラゴンにはボールジョイントがたくさん使われていますので、いろんなポーズが取れるのもとても素晴らしいと思いました。まさに今年にぴったりのレゴクリエイターだと思います。次の動画ではこちらの魚に組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。